ザベル、またはイザベルは、キリキアアルメニア王国の女王である。アルメニアにおける悲劇の女性として知られる。ザベルは、キリキアアルメニア王国の王家、ルーベン家に生まれた。父である、レボン二世が1219年に急死すると、わずか7歳だった、ザベルは女王として即位することとなる。その後、摂政となった。 アルメニアの大貴族ヘトゥム家のパペロンのコスタンティンは、戦後を極め、ザベルの夫として、アンティオキアコーボエモニ四世の息子、フィリップを選んだ。しかし、1224年にコンスタンティンは、自らの意向に沿わないフィリップを投獄して殺害した。コンスタンティンは、自らの息子ヘトゥムと結婚するように、ザベルに迫った。ザベルはその意に従わず、コンスタンティンの元から逃れて、 セレウキアで修道所となった。だが、コンスタンティンは、セレウキアにおいて、ザベルを捕らえ、連れ戻して減属させた。コンスタンティンは、ザベルを牢獄に監禁して、ヘトムとの結婚を強要した。トラわれの身となった、ザベルは、ヘトムとの結婚をなお拒んだが、ヘトムによりたびたび療辱されて妊娠し、ついに1226年にヘトムとの結婚を受け入れた。ヘトムは、 王として即位し、ザベルを形式上の共同統治者とした。こうしてヘトム朝が成立した。当初、この再婚はローマ教皇の認めるところとならなかったが、1237年にはローマ教皇が承認した。ザベルはレボン三世をはじめとする7人のヘトムの幸運だ。そしてザベルは1252年に亡くなった。 ザベル女王の福井1221年に結婚したアンティオキア公師フィリップとの間には子女はいない。1226年に結婚したヘトゥム一世との間に以下の子女を設けた。ありがとうございます。